ちょっとの違いが再生回数そうそうそう時間帯も気をつけたもんね今日は夕前回スタジャンの時は裏を書いて日,日曜日の昼過ぎぐらいに出したの1時ぐらい要は夕方になるとみんなが出しまくってるから群想、うん、とかもよく夕方7時更新とか、うんうん、だからみんなが出す時間に出しても結局埋もれるから。うん あえて日曜日曜のちょっもう昼ごはん食べてちょっとのんびりした時間に「うんうん、あ田尻さんの動画上がってる」を狙ったんだけどうん、うん、全くそれが外れてしまってっ日曜の昼は結局みんな忙しいかもしれないね,いいねお出かけしたりほ、うん、本当に寝てるとかもあるかもしれないけど、うんうん、やっぱね夕方6時とか7時からっていうのが手堅いんじゃないかと思って、うん、今日の,のはもうそこにあ上げてみたんだけどねでも僕あの あれがすごいなと思ってあの軍ーさんの予告があるじゃないですか「7時に上げます」とかそうそうそうあれもんか一つ手段なるかなあれね今度軍曹にどこでそれやるのか聞こうと思ってたんだけど俺あれ分かってないんだよねあれ見るとあじゃあ今日7時からかと思っちゃって結局それが脳にんかこうインプットされちゃって夕方今日のおすすめ番組みたいな感じでねあれが上がってるから俺はそれをインスタで 今日夕方あげますみたいには出したんだけどー YouTube 内で出てくるもんねあれねショート動画とかの横ぐらいにねあれもやっぱり効果がありそうな気がします、ね、あると思うよ、うんうん、なんか予定開けとこうってなるもんねあれ軍曹やってんだよねいなんか毎回助かりますけど、ね、ちゃんとやってんのよね、うん、軍曹はね <laughs> 今日は武田さんのか小ネタとかないねオープニングにふさわしいのあの南川さん 芸人の動画が最近面白いなと思ってああそうなんだ,だからさらばさんともよくやってるもんね南川さんねやっぱアメカジ強いですよねで僕最近面白かったのがジャパンメイドブーツ芸人ほうほう、俺見てないなジャパンメイドブーツ芸人ダブトリオ入ってらっしゃったでしょ南川さんね確かにねでそのダブトリオの,あのキャスパーでしたっけうん、うん、とかほかにもなんか 違うブランドのやつ紹介されててうん、うん、あ日本にもこんなに結構面白いブーがいっぱいあるんだなと思って南川さんの YouTube チャンネルそうですそうですで紹介してたんだ、うん、ですです<ー>であとダウンタウンじゃなくてサマーズさんのうん、うん、あのヴィンテージデニムを紹介するサムネはよく俺の方にも上がってきてたねうん、うん、でも見てないんだよねあれもなかなか面白かったですよそうなんだ <laughs>、えー やっぱ南川さん強いなと思ってそこら辺のこうあまあジェラードで働いてるんでしょうん、うん、あの人ね <laughs> すごい店員さんですもんね芸人しながらどれだけ店頭にいらっしゃるのかは知らないけどうん、うん、だってもう今売れちゃったから、うん、多分ほとんどそっちにはいけてないと思うけどさうん、うん、奥様がね投げてプロデューサーさんとかに DM 送ってるっていうやつでしょあそうなんですか南川さんの奥様がうちの旦那おもろいから使ってくれっつって、うん あの、もう、有名プロデューサーに、直接、ツイッターとか、いろんなところから DM 送ってんのよ。で、あの、佐久間さんとか有名なが、あじゃあ、いいよ、っつって、その、もう、嫁さんが営業をかけてんのよ。そ、それからだけ、南川さん売れ始めたのよ。うん、それ知らない。嫁さんにフューチャーされた番組とかあるもん。なんか一緒に二人で嫁さんと南川さん。え、嫁さんも出てるって出してるんですか、出てる、出てる。あの、もう、 感じのいい、なんか、メガネかけた方で、へ<ー>で、遠くもうまいし、なんか、返しとか、なんかこう、ちゃんと <laughs>。それあれですよね、イエス・ウィーキャンの奥さんじゃなくて、イ,イエス・ウィーキャンの人は、オバマ大統領の奥さんもそういうイメージがあるんですよあ。キャラだったでしょ。はい、いや、最近南川さん今、あの、できる嫁では、南川さんの奥様、まあ、<う>ちょっと見てみたいな、奥さんの顔。うん それが最近はやりすぎって言われてるみたいな、ええ、ジュニアさんとかにも直接 DM しちゃってみたいなまあでも売れたから勝ちですもねそうなのやりすぎも何も、うん、だって俺南川さんの最初の頃テレビでちらちら見始めた頃でも松竹を潰すとか所属してる事務所のね松、うん、竹芸能を潰すとか、うん、内部から「 崩しにかかってる人みたいなので、すごいもうクズみたいな扱いで出てきたから、うんうん、本当にクズの人と思ってたんだよね、俺ね。でも、あの、サラバ青春の光の,あのチャンネルとかにね、南川さんがあの、モルックに一緒に行ったりして、見て人間性が、この人本当になんか人柄なんか信用できる人なんだなって思えてきてから、割と見れるようになったもんね。トークも面白いなと思ったりね。やっぱその、YouTube の、その、 す、すが出せるっていうのはすごいことよね。だから番組始まって、はい、じゃあ収録今からスタートって言ったら、どの人もやっぱり身構えるじゃん。で、でもその、オフショットとは言わないけど、なんかちょっと肩の力抜けた時の会話とかね、そういうのでこう、あ、この人なんかいい人なんだな、みたいな。この前って。すが見えますよね。そうそうそう。ライブの MC の時の話と一緒で、やっぱその人柄が分かったら芸風も受け入れられてくるっていうかね。 どうなんすかねうちは素がちゃんとお届けしていろんなもの出しすぎて素しか出てないです何も取り繕うてかっつけてないんでたまにはかつけるべきかもしれないですけどねいやでもあのこの間のその場合 YouTube で田地さんが言ってた「あのさらば青春の光の健康診断のやつはいはいはい大富豪でしょ面白かったです見たあれ見ました見ましたうわ俺まだいい出せるよ」とか言って「嘘嘘やうやろ」みたいなねだから A, B, C, D, E っていう順番に強いカードを切っていくんだけどね。山根さんとか、マネージャーの山根さんとかすごかったですょ<ジ>体中ボ,ボロボロみたいなね。うんうん、ね。脳のなんか血管が良くないみたいなのあったでしょうん、うん、でもあ,ありました、ありました。<laughs> あんな D 出たらちょっと引きますよね。引くよ、引くよ。うん、で、でも森田さんに至っては、 主要疑いとか出てました、ね、その腫瘍<か>マーカーがみんなねだから結構笑えないようなねうん、うん、精密検査というかねうん、うん、次のねもう一回詳しく検査しましょうみたいなのがいっぱいあったもんねうん、うん、いやあれはだからあれが本当に自分の中でもあ行かなきゃなってやっぱなったから俺あれその啓蒙活動っていうのうんうん、うん、なってるんです、ね、すごくなったと思うようん、うん、あれはだって若い人が見てるチャンネルで ああ自分の体大丈夫かなっていうきっかけでなかなかないもん世の中でパッと見そんな不健康そうに見えないじゃないですかまあまあねタバコは吸ってたりねうんうん,、うんうんうん、そんなものすごい体型がとか、うん、なんかこう痩せてる太ってるじゃないもんねあの二人はねでも僕あの動画の中で気になったのが森田さん、うん、デニムジャケット着てましたよねあれあこの前売ってたやつかなじゃあもう注文したやつかな やっぱり対戦モデルのジャケット着てたなと思って<あ> TCB じゃあやっぱそれが届いたのかもしれないねですねまあでも時間差が俺もあの動画でどれぐらい前の動画か分かんないけど今頼んでも全然今来ないぐらいだから結構前の収録だったのかもしれないねあれはねうん、うん、まあまあじゃあちょっと俺の健康診断の話をさせてもらおうかつな <laughs> がりますねああ <laughs> あのー、長くならないように、うん、ちょっとまあねコンパクトにできるだけ喋りますけど42歳になって人生初の人間ドックに、えー、たじりね私行ってきたんですよでもうほんと歩いて行けるぐらいのところにあるこう胃腸内科というかねもうそこが有名な病院なんだけどまあなんだろう1日コースって書いてあったけどまあ昼過ぎには普通に終わるぐらいのね<あ>感じでなんかもうん、午後に終わるぐらいうん、うん だからまあ初めてだったからドキドキしたんだけどまずねこう人間ドックを受けたことがある方はねあのよくご存知だと思うんだけど要は腸の中を空っぽにしていかないといけないとまあもちろん芋ね芋腸もすっからかんにして人間ドックに臨まないといけないんで前日のまあ前々日ぐらいからもう食事制限が始まったもんね野菜とか、えっと、根菜を食べないでくれと。 要は胃に残るとか、<あ>腸に残るものを食べないなる,なるほど、なるほど。だから俺、なんか不思議になったのよ。いや、お通じを良くするためによく食物繊維をって言うじゃん。うん、でも人間ドックの前のすっからかんにするためにはその食物繊維が邪魔らしいのよね。うんうん、繊維として残っちゃうから。うん、だから、食パンとか、まあお粥とか、まあ卵はいいみたいな、要はきれいに消化して出やすいものを食べてくださいと。もう全然実から。で、 前日に至ってはもう日朝も昼もそういう食事で夜はもう6時とかにはもう全部終わりパン1枚最後は食パン1枚だけですみたいな感じでねプリン1個か食パンか選んでくださいみたいなでもまあ俺は食パン1枚食べても終わったんだけどでねまあしんどいかと言われればそんんななしんどくはなかったのよ逆に人間ってねやっぱ食べない方がちょっと楽になると思った体が。 あの、い、いって胃が疲れるって言うじゃん。なんかずっと消化したりして、寝る前に食べたら寝てる間も胃が動いてて疲れが取れないって言うけど、本当ね、健康診断に行く前の夜にすごい体が楽だったんだよね。だからやっぱり人間って食べ過ぎって本当疲れるんだなっていうのを感じたんだけど、<laughs> まあそんな感じでこう、要はもうちゃんと準備を整えて。で、しんどいのは、その当日の朝なんだよね。その、 9時半からしあの人間ドック始めなんだけど9時半に病院にまあ到着してくださいとで3時間前からその最終的に腸の中をすっきりさせる2リットルの液体を飲まなきゃいけないの、ねうん、白いやつえっとね俺のは透明だったけど、うん、そそバリウムとかではないんだよねなんか透明の液体ほんと粉を水で溶いてで2リットルの液体をまずコップ コップ2杯飲んで水1杯。コップ2杯で飲んでまた真水1杯。コップ2杯飲んで水1杯を、まあ4回5回繰り返してくださいと。<laughs> で、そのコップで飲んでるやつっていうのは吸収されない、もうほんと押し出していくような液体で、体には取り込まれないわけよ。だからそのまますぐ飲んで出したくなるみたいな感じでね。でもう洗浄するわけよ、腸の中を。でもう ほんとね 5, 5回はやってないかな3回か4回それを繰り返したくらいにもうほんとなんか腸がすっきりした感じになってんよしこれで大丈夫だなと思って、えー、病院に行きまして <laughs> 行くまででもだいぶ長くなってるけどでそこからね当たり前のようにまあこう血液検査があったり尿検査があったり身体測定あの視力検査とかねあるんだけど、まあ、さっきの。 えー、さらば青春の光の,あの、ねえー、人間ドック大富豪じゃないけどこれから行く人のためにもねなんかあちょっと行ってみようかなってねなればと思ってちょっと話をしたいんだけどその普通の検査がまずあるわけよまあ何の痛みとかもないでエコー検査とかもお腹ににんかこうジェルを塗ってこうあ見ていきますねみたいな腎臓すい臓んか影がないかみたいなね心電図とかもほす寝て寝て少しこう。うん 撮ったりするぐらいで,でまあそこまではん正直何もないもう全然まあ目も意外にちゃんと見えてますねって言われたり、うん、その脈とか心拍なんだっけあれ上が何で下が何で血圧とかも全然、うん、あーもう全然平均的であの、うん、いいですねって言われてあの一つ一つ何のこう悪い感じもなく終わっていくわけよ「うん、エコ、うん、影も何もなくて異常ないですね」みたいな。で いよいよ、やっぱずっとドキドキしてた、その、胃カメラと、あの、腸の内視鏡のね、検査、下からも上からも、こう、管を入れられるわけよ。で、みんなそれが多分怖いと思うわけよ。人間ドックってね。俺もそれがど、お、親とかなるのかなとか、意外にみんなが、こう、意識があって、なんか、こう、入っていくの分かって、意外に痛いのよとかいう人、結構いたから、 嫌だなと思ってて。竹添さんないって言ってたもんね。胃、ね、カメラも、ラ腸の検査もないでしょ、うん、で、結構そこビビってないかと言われればちょっとビビってはいたのよ。で、ちゃんとマスが効いてくれたらいいなぁ、みたいな感じで。で、えー、もうね、なんかそこの専用のパンツを履かされて、お尻に穴が開いてる。<laughs> お尻になんかもうすぐこうアクセスしやすいような切れ目が入ってる黒いトランクスみたいなの履かされて、<laughs> で上にはガウンみたいなの着て。<laughs> で、 え、もうこのベッドに寝てくださいと。で、で、あ、もういよいよ始まるんだと。もうクライマックス来たなと思ってね。で、その、どうやらもう、上も下も多分同じ感じで行くみたいな。その、一人の人がやるのか、二人の人がやるのかちょっと分かんなかったけど、もう、あ、もうこれ一緒に行くんだみたいな。胃カメラと腸の検査が。で、もう、そのもうテーブルの上に乗せられて。そのプレイ怖いですよ。そうなのよ。ドキドキよ。で、まずね、 これ飲んでくださいとな。何かも言わずにこれ飲んでくださいってちっちゃななんか、ちっちゃな紙コップの液体を思わず何ですかこれって聞いたのに、ね。何も言 <laughs> 何だろうと。うん、でもなん,なんかさっきのこう、なんか言って、これ、これってその麻酔の最初なのかなとか、なんかそのお通じにまだなんか最終的なやつかなって不安になりながら、ここ飲んで。 な、なんだろうと思う。で、あ、喉がちょっと意外がする薬ですって言われて。ほ、うんと喉が、がなんかね、喉が痺れてきたの<あ>それ飲んだらん多分最終的な、イカメラとかでここを傷つけた時とかのための、まあ消毒みたいな、ことと俺は理解してたんだけど、もう結構そんなのもあって、余計ドキドキ。これ何俺飲んでんだと思いながらね。で、 えともうその時聞いたわけよね麻酔がもう始まるんですかとそしたら「あもう点滴の中に麻酔入れていきますんで」みたいなあのそしたらもう打とうとしてくるんで<ー>あのもうそのんだろうそれに身を任せていいんですかって聞いたわけよもうそのああちょっとき気持ちがふわっとしてきたらもうそこでまあ寝ちゃってもいいんですかみたいなしたら「あいいですよもうそのままあのもう寝,寝ちゃう感じであので実際胃カメラと,、えー、と腸のやつはもう10 ぐららいいで終わりますから<あ>みたいな胃の方がちょっと短くて腸の方も10分ちょっとぐらいで終わりますからねみたいなそういう会話をしてたわけよでもうその看護師さんが点滴の中に多分麻酔をこう付け替えてるようなのが見えててああいよいよ始まるなーみたいなでほんといよいよねああなんかウートウートしてきてるなーって感じがあったわけよもうめんめんめん潰れてきててああーうわあもういよいよ始まるんだなーって思ってたわけよねで いよいよ始まるんだなーって思ってて横になってて、1、2分経ってるんだけど、看護師さんとかがあんま近づいてこないわけよ。あ、結構こう麻酔入れてから結構あるなーと思ってたわけよね。で、あまあまあ気持ち悪くはないというか、ふわっとしてんなーみたいな感じ。パってちょっと気づいたのよ。俺が寝てた時の窓の位置が変わってたのよね。<noise> 俺が、 さっき寝てた時は背中に窓があったのに、あれ目の前に窓があったの。でそ、その間が10秒ぐらいかな、俺。あ,あれ、うん、俺のベッドの向きこれいつ変わったんだっけうん、うん、と思ったの。そしたら看護師さんが近づいてきて、あ、気づきま、あの、目覚めました、みたいな。で、<laughs> その言葉の意味が一瞬、うん,んってなったんだけど、うん うとうとしてきたなーぐらい思ってたら、終わってたのよ。体感が10秒だったんですね。ぐらい。やっと麻酔が効いてきて、あー、ちょっと俺今うとうと来てたわって、<laughs> うとうと来てたわって思ってたのは、もう終わった後の目がふわっとこう覚めた1回目のことだったのよ。じゃあ、落ちた時は一瞬だったんですか、ね、もう点滴を入れて、 麻酔効き始めますからねって言ってるあたりで多分俺、多分そこ落ちてんのよ。もうそこ落ちてたのよ。<ー>で、胃から何かがは入った、口から何かを入れられたとか、お尻に何かを入れられた感覚なんか全くなかった。<ー>その痛みがあるとか違和感があるとか全くなくて、ただ俺のベッドの位置が変わってることに気づいて、<ー>あれこれってもしかして終わってるみたいな。 気づかないとに、じゃあ、もう体の。全部された恐ろしい怖いよ、本当に。で、その、あ、目覚めましたかみたいな。あ、あの、起きれるようになったら、あの、無理せず、あの、立ち上がってくださいね。みたいな。もう、その時確信したわけよ。あ、終わったんだ、みたいな。まあ、まあ、安堵よ。終わ、あ、終わったんだ、みたいな。いろいろ痛かったんですかヒリヒ、お尻がヒリヒリしたり何にも、何にもない。いつも通り。触られた感覚もないし。その、 ああ、これ多分入れられてるみたいなお尻にムズムズ感とかも何にもない。プロですね。その後ちょっとお尻を触ったかなその時にちょっとだけなんかこう、ぬるっとジェルっぽい感じがしたんで、うん、多分何かを塗られたんだろうなみたいな。通、うん、りやすいように。そうそう。やっぱ麻酔はその怖いというかね。 あ、あの、ありがたい。痛みもないし、感覚もないからありがたいけど。かけらか、かけられたことないからなそうそう。落ち、落ちるっていう感覚が怖いなとも思ったね。うん、で、まあまあ、そのまま本当ね、何にもなく、はい、じゃあ立ち上がれるようになったら起きてくださいって言われて。まあ、ち立ち上がれるもんなんです、まあ、全,全然大丈夫だった。その、酔う、酔うみたいな感じもなくて、で、あの、ちょっとだけ気だるさはあったかな気だるいなぐらいで、うん、着替えて、もう普通に、えっ、ー、と、終わって、したら先生が、 もうすぐね俺のその腸と胃の写真をもう持ってきて、うん、あの紙にねでテーブル越しに先生が割と若い女性の人なのよ <laughs> この人が俺の腸を見たんだなと思いながら <laughs> あのな何だよな内視鏡歴10年って書いてあったけど、うん、でももう若いなっていう先生で、うん、全然女性のね方ででねそのまあこれ,これが私のこう結果なんですけど、うん 胃も,チョウもめちゃめちちゃゃ綺麗だったあ<ー> <laughs> よかったっすね <laughs> ちょっとみんなに自慢したくなるぐらいあのこれたとえ合ってないと思うけど美味しそうなホルモンみたいな色してた<ー> <laughs> <あの> <laughs> えその写真もら,綺麗なもらって帰れるんですかあもらえたもらえた、ねうん、で胃は本当に何にもなんかね綺麗なこなピンク色まあなんかあキャベツとか定期的に食べてるし よかかっったののて思いいいいながららキャベツし胃の粘膜を守る感じでキャベツはいいって言ってよく食べてたんだけどしょうがねえなキャベツ 1> <laughs> で1人暮らしの男がキャベツ買わねえなそうやね、うん、野菜ジュースとか飲んでる一応黒酢ドリンクは飲んでますけどあ黒酢と野菜は違うかもしれないけどな、うん、俺あのカゴメの野菜生活「あのこれ一っていう「これ一本」ってやつ<あ>もうしょっちゅう飲んでるもんね まあ,まあそれはい,いんだけどで腸に1ミリから2ミリのポリープというかねいわゆるこうこう丸っこいのがあってこ,うこれは1ミリから2ミリぐらいですけどえと次の検査の時にもし大きくなってたりしたら検査とか切除に入りますけどもうこのままずっとこのままなんだったら何もしなくていいいいものですので当面の間は気にしなくていいですって言われてあ,ありがとうございますみたいな言ったら。 40年間チェックしてなかったものが、まあそれぐらいで済んだから、まあ本当ほっとしたよね。で、おかげで、この人間ドックでさ、その、い,いわゆる、なんだろう、健康に気を使って食生活が良くなるとか言うじゃん。 やっぱこうね体脂肪が気になってとか、うん、ちょっとお酒とタバコ控えるようになってとか言うでしょ、うん、俺の場合逆だったのよまさかその終わりにラーメン食べに行ったとかいいやそうそのねなんか脂っこいものたくさん食べちゃって <laughs> あの大丈夫だったんだみたいな反動で、うん、スナック菓子とかちょっと買っちゃったもんねああいやーまた逆に反動で <laughs> そう悪い方に転げてるわけよ でもそひのの一晩で終わったけどね一晩、うん、今日はいいかと思ってね健康して人間ドック、うん、終わった記念に今日はいいかと思ってアイス食べたり<ー>スナック菓子食べたりん <laughs> 唐揚げ食べたりして一う、うん、日こう、ね、ちょっとこうオフオフとかね <laughs> 何でしょうねこれね悪い方に転げちゃったという話だよね。 ここからもう一回ちょっと体を整えてて維持していきますけどねいや無事閉店セールが始まらなくてああうそうなのよ,よなみんなにとっては残念でございますけどね <laughs> 3月何もなくこう普通の日常が送られます、ねうんはい、もう血液検査とかも全部出たんですえっね血液とか尿検査が次の15日ぐらいかな1週間 2>, <ー> 1> 2週間ぐらいにまあ安心できないじゃないですかそうそう,そう結局そうなのよだからそこでえっと痛風とかねいろいろ出るでしょ、うん、なんかね 血液の中のがあるんで、そこでまあ特に気にすることないなってなればいいんだけどね。うん、まあまあ今後もちょっと健康には気を使ってね、うんはい、生きていきます。はい、まあそんな感じでね。今週も始めていきましょう。<laughs> はい、毎週日曜日のラジオトーク、耳寄りな日曜日、People Get Ready のたじりと竹山ルースがお送りいたします。よろしくお願いいたします。ます今日はですね、ちょっとこうまあ一つ話題がありまして。 今日は、ね、金曜日には収録してるんですけど日曜日だと5日になるのかな3月5日だよね今日3月3日だもんねまだねだから皆さんがこれを聞いてるのは、えー、3月5日だと思うんですけどこれ結構ビッグニュースですよあのー、成人の、えー、お一人、えー、毎週日曜日のこのラジオトークよく聞いていただいてて、えー、コメント欄でも皆さんお名前見てると思うんですけど、うん ライパパさん。はいはい。ライパパさんが、はい、なんと、<あ>お住まいの秋田県、野城、はい、市で、野城う城、んはい、市なんですけど、古着屋をオープンされることになりました。ええーえー、すごいよね。すごいっすね。あのね、昨日か、今日の朝かな、DM をね、えー、インスタグラムの DM にライパパさんから来てて、えぇ、ー、たつさんこの3月5日に、いよいよ、あの、古着屋をね、 オープンするこことととになりましたということで,<ー>で半年ぐらい前かな実はちょっともう古着屋をやろうと思ってるんですと<ー>っていうのを頂い,いてで何回かこうあのあ僕はこういう感じがおすすめですよとかってやってたんだけど、うん、ライパパさんは、えー、と今続けてるお仕事をそのまま続けながら、うん、えと土日のお休みの時だけオープンする古着屋をやりますってことで、うん。 まあだからコンパクトな形でスタートするっていうことでねなんかまあ仕事を辞めてもうそっちでもう全力で行きますとかじゃなくてまあちょっと自分の中でどうしてもやりたいんでってことで土日だけの古着屋をやりますってことででねもうあのインスタグラムの中にねこう看板とかを作って貼ってらっしゃる写真とかもアップされててそれ拝見させてもらったんだけどお名前が METZ と で、ミーツ。で、なな本当は多分 T で終わると思うんだけど、それに Z が一個ついて、えー、ミーツっていう名前で、えー、秋田県能代市で古着屋をオープンされるそうで。なんかね、昔、写真をね、あの、見させてもらったのの内容では、なんか古い喫茶店の跡地みたいな建物の中を使われるみたいで、まあ、それがね、やっぱすごい、九州の俺らにはね、想像がつかないような、 もう入り口の前にもう俺らが大人の背丈よりはないのかなぐらいの雪がドカッと <laughs> もうこれ秋田県だなと思う, <laughs> う<ん>もう本当に吹雪の写真とか雪の写真があるんだけどやっとか看板が付け終わりましたっていう写真が載ってたんだけどまあでもねそのチャレンジというかうもう少し前からねや,やろうと思ってますっていう言われたあの日からこう。う 一歩一歩進んでそうやって今看板までつけてスタートされたんでまあ俺まず拍手をねもう素晴らしいというかここの一歩にはもう素晴らしいとしか言わうがないんでねおめでとうございます「ライパブさんねオープンおめでとうございますあのまあ熊本からなのでちょっと駆けつけるタイミングもちょっとまだ難しいですけど。 ちょっと非常に、ね、気になるんでその写真だったり今後もちょっと耳寄りに送っていただければ中で、ね、紹介したいなと思うんだけど、まあ、東北の、ね、近くにお住まいの方がいて、うん、土日、ちょっとね都合がつく方は行っていただければ能代、うんね、といえば俺らもバスケットの浮かばないけどね野代、ね、高校があったね、うん、秋田県能代市でオープンされるということなのでお名前はミーツという名前で、ね、古着屋がオープン。うん インンスタのアカウントもでできるんですか,かいや、その辺がこれからなのかもしれないけど、うん、ちょっと期待したいですね、そういうのもね。どういう商品構成なんでしょうね。そうそうそう。だからまだ、これから、商品は少ないですけど、ちょっとできることからみたいな感じで書いてあったので、うん、あの自分のところにも DM でね、その仕入れの話とかを相談されてて、あまあこういう形があるかもしれませんねっていうところまでお話してるんだけど、うんまあ、ライパパさんの今後どういう時間、限られた時間の中で、うんうん どうやっていくのかっていうところが勝負だと思うんでねまあもうとにかく応援してますのでね政治のみんなでちょっとね注目していきましょう少なからずこのラジオの情報がちょっとでも力になればいいですけどそうだよねいやでもなんかすごいよねこうやってねラジオ聞いていただいてた方の一人がもう古着屋をオープンしたっていう事実にそのねつながってるわけですからねなんかそのお役に一つでもね 慣れてたらなと思いまますすけどねねいいもコメントてからうやあの「軍装のチャンネルの方にもねよくコメントとか商品の購入品紹介とかんかいろんなのでライパパさんの名前見たことがあるけどいやお好きなんだろうねやっぱね古着だったりアメカジとかはね。ご家族の方も説得されたんでしょうね。 どうなんだろうね,ねパパだから、子供さんもいらっしゃるってことですよね。そうそう,そう、うん。お子さんの写真はね、写ってるのがあったから、うん、もちろんお子さんもいらっしゃる中でのチャレンジなんでね。うんうん、なかなか、ね。ね<ー>、うん、だからその、ねこれはまあ、や,やってからわかることがどんどんあると思うんだけど、うん、仕事を、例えばね、月曜日から金曜日までやって、その次の土日の、うん、本当はそこで体を休める日にまた人頑張りするわけでしょ。ね、だから、楽しいけど、 体が疲れてくるっていう、うん、そこの大パパさんがこれから経験することも全部いい経験だと思うんで、うん、もうなんかそれをもう存分に味わってほしいですね、うん、大変さと楽しいのそのもう入り混じった感覚をね、うん、でもミーツのスペルは今年の「成人一武道会」で絶対出てきそうですね <laughs> <laughs> 天命 M ・ E ・ E ・ T ・ N ・ Z」Z がついて「うん、Z」がつかないと外れはい まあそこでやっぱね出会いを大切にしたいという思いだったみたいなのでうん、うん、そういうところでねつ,、うん、つ,つけられた名前ですよちょっとお店に「ピープルゲット e t のステッカーとか貼ってほしい <laughs> いやそれはちょっと邪魔してないけど <laughs> ねえすごいよな,なんかね,やねお店をやってる自分からしても誰かがスタートするっていうのはもう,もうそれだけでうわすごいなって思うことだからね しかも仕事をやりながら準備をやったっていうのもねいやーどんな物語がそこで生まれるのかねバスケットの街だからバスケットの商品 NBA <laughs> 系の商品多めとかだったらちょっと嬉しいですけど <laughs> バスケの街ってトロフィーとかあるらしいです<の>行ったそうなんだね、うん、まあそれは、ま、町を挙げてのね、うん、やっぱ野城を有名にしてる、うん、ねやっぱ学校だからね、うん なんかこう行ってみたいね秋田県本当ね俺がデラックス部屋さんに行ったっきり行ったことないからね2回目ですね秋田ここの話題が出たのがですね,ねデラックス部屋さんの <laughs> 空港が2つあって近い方と遠い方があって言って話してたもんねそうそう俺は大館の方に行ったからなんか遠回りしちゃったらしいんだけどね、うんうん いやー九州の人間からしたら本当、東北のさ、うん、あのどっちが、ね、秋田でどっちが青森でとか、もうマジで分からないときあるでしょ、で,で,、うん、で向こうからしたら、そんなわけないやろみたいなことが多分あるし、その逆に九州の例えば、どこが熊本で、うんうん、福岡で、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島の位置、うんうん、どっちがどっちかって言われても、意外に分からない人いるからね、うんうん、同じ日本なのによ。うん それこそ俺らなんかあのもう真ん中あたりなんて全然わかんない全然わかんない <laughs> 恥ずかしいことに。ね。れ全然わかんないよね。答えられるようん。もうだから地理の勉強してた時だけ過労して書けたけど、全然わかんないよね、うん。普段から行かないと絶対覚えられないわかんないわかんない。うん、東北自信ないですもん。一回行ったら覚えるというかね。うん、やっぱ行かないと。うん、一回行った飽きたすら怪しくて。<laughs> 多分こっち側とかで覚えてるけど。うん 北かなんなら俺北海道も一回も足を踏み入れたことないからねああ,ある北海道あの中学旅行だけです高校の時のええー、高校で北海道やったんだうん、はいえー、そっかそっかそス,キースキーしに行ってジンギスカン食べて帰ってきましたけどね俺らは長野だったもんなスキーはーでディズニーランドとかですかその後いやいやもうな長野でスキーしてもう帰ってきたんじゃないかな 4校に入りたい学校で頑張って <laughs> あんまりそのディズニーランドとか東京観光とかなかったと思うよ、うん、なんかあっという間に終わった気がするけどな俺の記憶から消えてるだけかもしれないけど <laughs> あまり記憶にのとこらなさすぎてただ長野のスキー場の雪がサラッサラだったの覚えてるねももううそのののパウダーースノーっていうのかなのもう ふわっとこうま待、ま、ってねこうべちゃべちゃしない雪こけ、うん、ても痛くないとか、ね、そうそう、うん、あれ覚えてるね楽しかったないや行きたいですね東北北海道<ー>いつかちょっと行ってみたいですけどね行きたわ、うんこそばとか食べてみたいですよね人生で一回はわんこそばってあっちなんだって岩手じゃなかった,たっ岩手なんだっけ<か>もうそんなことすら俺わか,かんないからね <laughs> 秋田もご飯美味しいみたいですね鍋の ん学校確かなんかねたんぽあこれ秋田にお住まいの人しかわからないと思うんだけど、うん、デラックスウェアに行った時になんかねその大館周辺だけなのかもしれないけど俺多分バスとかに乗って移動してる時に定食屋さんかなんかの看板を見たんだよねでおかっぱ頭の女の子が大盛りのご飯をなんかもう かぶりついてるみたいな絵というかね、写真のような絵のようなリアルな絵っていうのかな。がもうドーンとこうポスターがあって、なんかインパクトがすごかったのよ、それ。で、多分秋田の人はああ,あ、そこだねってわかるかもしれないんだけど、もうあれがもう忘れられないのよね。で、俺検索してもなんか出てこなかったのよ、それが。なんかね、もう本当女の子がもうモリモリご飯を口に頬張ってるみたいな、なんか腹が減るみたいな。 絵なんだけど、あれちょっとね、知ってる人がいたら教えてほしい、どこどこの看板ですよ、みたいな、それはみたいな。見てみたいですね。そこのやっぱローカルな、なんかあるじゃん。それがね、迫力あったんだよね。女の子の白飯をかっくらってる絵が。熊本だったらですね、パルコ前の地球儀とかがありますね。あれ、地球儀なのこの頃回す椅子ね。あ、石、石ね。あれ、 口で説明しても絶対わかんないよね。よねずっと濡れてる石が、ずっとくるくる動くっていう、うん。<laughs> 熊本県事以外聞いたら何、何言ってんだっていう <laughs>。あれ、本当に、熊本来てびっくりしましたもんね。ん濡れててひたすら回ってるっていう、なんかよくわからないオブジェクト。<laughs> 絶対わかんないよね、今ね。うんうん、いや、これ、今ちょっと怖いんだけど、パルコなくなったじゃん。はいはい、あの後もあれはあるんだっけ あります、あります、あります。あれ撤去されてないのあれ。いや、あれは残ってますよ。確かちょっとだけ下から水が湧き出てて、石がこう転がるんだよね。あれ不思議ですよね、あれ。ずっとちっちゃい頃から見てるから、なんか驚きとかもね。そずっとあるんですかなんか小学校、中学校ぐらいの頃からあるから、わあ、何これみたいな感覚がない。もうずっとあれがあるから。あと、熊本市役所の前にさ、あの、加藤清正が頭につけてた兜かな のオブジェがあるのよ。<ー>こう、なんか、黒っぽい大理石みたいなので、したら、あの、さらばの森田さんか、あの、東袋さんが、なんだこの卑猥なオブジェはつって、なんか、ありましたっけ <laughs> その、なんかね、熊本市役所、まあ、オブジェとかやったら多分検索で出てくると思うんだけど、なんかまあ、黒っぽい、こう、 ニョキッとしたやつ、えー、したらもうあのお二人がなんか卑猥やなこれみたいな感じで出、ね、たことあっあ,ありますねあのあの目の前にあります、ね、そうそう市役所の入り口のところにあるのよねんかああのこう地元民からするとなんか恥ずかしい思いです何、うん、<laughs> て言われようなんだと思ってね加藤清正のね頭のやつはね <laughs> でも北九州の小倉にも変なオブジェクトがあってあなんなんかあのなんだ リバーウォークっていう、橋がある。紫川のとこに。そこに人間の体の上に、マカロニの頭が乗ってる変な銅像が4体ぐらい並んでて。マカロニの頭って何マカロニみたいな頭部みたいな。マカロニが乗ってるんですよ、頭が。頭がマカロニ。全然わかんない。マカロニっていろんな形あるじゃないパスタのなんかあの、輪切りの、和状のね、あれが頭になっている変な銅像があって。 なんかメッセージ性がよくわからないんですけどまあそれがアートがあるよねアートねあれにはいくらお金かかってるんだろうと思う思いますねえ何の話か秋田の話からなんか変な変なところ言っちゃいましたね大事なことはライパパさんが古着屋をオープンされましたのでみんな行こうぜっていう話でございますね東北の人はお願いしまずはおめでとうございますおめでとうございます ットリ最近また年齢を重ねるにつれてやっぱ古着をいろんなもの見てきてるじゃないですか、うん、であの頃うわクソかっこ悪いなと思ってた古着はい、はい、なんだこれはと思ってなくて当時はかっこ悪いと思ってたものも、はい、最近あやっぱいいかもと思ったのがまたできてきてはい、はい、あの US アーミーのフリース リースレベル1のレベル2スですねレベル1のベアーズジャケットっていうんですかねはいはいうちよう置いてるやつでしょあれ20代前半ちょっとこれはないだろうと思ったんですけどあそうあれがないと思ってたんかうわっと思ったんですよねんかどの辺がなんだろそんなうわっと思う要素あるっけな色も割と男っぽい色じゃんんかいやあれは 古着初心者はなかなか受けられないデザインだなと思ってたんですけど最近になってちょっとかっこいいなと思い始めてきて<ー>、うん、っていう <laughs> い<や>いんなんだろうなんか魅力がまた分かって変化するというかね、うんうん、肉より魚が好きになるような感じじゃないですか 1>、うん、g 1もやっぱかっこいいなと思ってきた変化に加えて最近手厚<ー>ジャケットがかっこいいなと思ってきた報告です <laughs> まあなんか好みが変わるのは俺はもう全然否定しないしいいことだと思ってるからねうん昔はこれ嫌だったなとかね着なかったなというのを着るっていうのはなんかそれだけ幅が広がるしうんいいことだと思うけどね。 やっぱ田中さんも最初は g ンとか前のかっこいいのら。ああだからね俺はその場合逆だよねだから最初からそういうのが好きな方で<ー>最近になって逆にそんなに今着なくてもいいなんになっちゃってるもんねああそのターンが裏返ってるというか逆にあもう小学校は言い過ぎか中学校ぐらいからもうその革の A2 のもうボロボロのやつとかもう GI のもう革もう こう袖周りとか襟周りがもう割れてきてるようなのを見てもううっとりしてたもんね。それもちょっとすごいですねな。もう中学校ぐらいからもう革ちゃん好きだったよ。だからおばちゃんが持ってるなんかね本当今でも思えてるんだけど革に「本革」って書いてある革ジャンを自分のおばが持ってたのよ。うんうん で、もう、着ないって言うから、もうちょうだい、おばちゃんそれ、つって。<laughs> おばちゃんのやつを。そうそう。<ー>おばちゃんもファッション系に勤めてたのよね、<あ>おばちゃんは。うん、で、そのレザージャケットはこれよ、いいやつよ、つって、本革だから、つって。うん、でも、まあ、ぜ、全然なんだろうな、A2 でもないし、G1 でもないし、もうなんか、80年代か70年代後半頃に作られた、まあ、革じゃんよ、本当もう。うん まあ絵に描いてるおっちゃんが着てるような革ジャンででもそれを高校ぐらいかなもうやっと俺が手にした革ジャンだと思って、うん、要は G1 も A2 も買えないじゃん,うん、うん、でももうやっと手元に入ってきた革ジャンなんでうん、うん、もうそれを着こなすわけようん、うん、もう寝るシャツの上とかにそれを着てゴゴリリのアメカですね鏡を見るわけよ。 ありなのか、なしなのか、何回もね、うん、はてなマークなのよね。中学生にはちょっと。あり、ありなようにも見えるし、うんうん、なんかやっぱりおっさんのジャケットにも見えるし。それ友達と遊び行くときに着ていくんですかいや、何回かチャレンジして着,着ていっちゃうんでね。うんうん、で、友達も俺と同じ。 どっちなんやろなっていう、その、この、ファッションは何なんだみたいな。誰も判定ができない。そうでみんなだって同じ目線なんだもん。みんな同じ目線で、おー確かに顔じゃん着てきたのや、って言って、でもなんか、俺たちが雑誌で見るのとはなんか違うな、みたいな。でも、でもちゃんとこう、ね、レザーって書いてあるなって書いて、ね、言いながら、ほんと、 誰もかっこいいのかかっこ悪いのかの判断がしづらない。<laughs> い <laughs> 何回か来てみて。<ー>誰もその、かっこ悪いとか、かっこいいもどっちもな <laughs> あ、なんか、タジが最近来てる革ジゃんてて誰もジャッジつけれないまま。<laughs> そうそうそう。<laughs> ありかなしかわからない革ジゃん俺はずっと着てて、<ー>大学になった頃に、なしってことが気づいて<ー>まだ、その,年その、その当時にはそ、それはなしだったなってお今は思ってる。 例えばじゃあ中高彼女ができた時にデートとかに彼女 <laughs> は来てないねてないへえ <laughs> そういうところはこうちゃんとなんていうのかなの年相応の時代の,何のなんか、ね、カルコに売ってあるようなブランドの俺と D ちゃんがよく出すんだけど PPFM っていうブランドを着てたそういうの着てたんですねえクだか俺たちが血迷ってたなっていつもこう,う 黒歴史みたいに言うんだけど、<laughs> こう、もう申し訳ない。PPFM を好きだった人には申し訳ないけど、<laughs> えとりあえずなんかき、き、綺麗め系の、<laughs> あの、今でもあるアバハウスとかね、ああいうところみんな買いに行ってて、俺はそこで PPFM っていうブランドの服を着てたね。<laughs> 今でも覚えてるよ。なんかね、白に、白地に、なんか薄っ、パステルカラーみたいなチェックが入ってて、<laughs> 細かい、リップストップみたいなチェックが入ってて、<laughs> なこれさえ着ておけばなんか、 とりあえずこう,こう合コンとか新なんか歓迎コンパ新刊んだっけ新刊コンパなんだっけありますね,ね、うん、新刊新刊とかにはなんか当たり障りなくいけそうみたいな服を1個は持ってたねあーあーポリシー捨ててましたねそれ <laughs> <や>明らかにそのレザーにかっこよさを求める人が <laughs> それに心の底からかっこいいと思えないですよねやっぱそこにちょっとだけ、うん、あの気,気にしてる<ー>目線を気にしてる自分がいた年頃なんだろうね写真とかこれ初めて言ったよねう、うん、PPFM っていうブランドねなんとなく自分も頭で想像できる。い俺30代後半から40代の人はあのあ知ってるっていう人いたと思うけどねそういうのも一応通りましたからでその後々その革ジャンは ななしだなってて気づけてでもそれぐらいものがなかったからもうそれで心を満たしてたわけよ。これは俺にとっても A2 なんだみたいな感じでねうん、うん。逆にあれ人生初のレザーブーツは何ですかえーいやそれはもうレッドウィングですよレッド高校生大学生。あーでもレッド レッドウィングの前に、えーとね、フライっていうスウェードブーツを買ったね、はい、フライも多分俺ら世代の人知ってるんだけど、うん、レッドウィングの偽物みたいな扱いを受けるんだけど、うん、全然そんなことはなくて割とウエスタン系に強いブランドでフライってあるんだけど、うん、聞いたことないす、ね、本当に偽物系で言ったのはもうあの俺らが雑誌のねブーンとかの後ろに乗ってたゴリラねゴリラっていうブーツがあってもうレッドウィングそっくりなんだけど、うん、ゴリラって書いてあったらあうわ お前ゴリラじゃんんそそそれれみたいななそそに格安なんですかやっぱ3分の1とか4分の1の値段だったんじゃないかな、うん、でもパッと見はもうレッドウィングの普通の,の875、うん、とかに見えるわけよ、はい、でゴリラとか,、うん、だかほんと俺のフライもねそれ偽物じゃんとかって言われてたんだけど、うん、お前違うんだよ、うん、こっちだとちゃんとアメリカのやつなんだよって、えー、それアメリカなんですかだったと思うアメリカ製だったと思う、うん、いやそんな安くなかったもんねフライもねとチペワもいいブーツだけどなんかチペワすら否定する バカなやつらいたもんな <laughs> お前チピアノがかっこいいんだよとか俺もがそうそうそうちゃん、うん、そうよレッドウィングとこうね双璧、うん、をなすとかね、うん、なのにみんな頭も一つもレッドウィングこそみたいになっちゃっててフライはダサいとかゴリラダサいとかっていう俺は全部それをその当時からバカにしてたね <laughs> お前の方が目線が攻めんだよっていつも思ってたよねだから俺は えっと、まあ、フライのブーツが多分スウェードで最初で、その後念願のレッドウィングを買ったんだけど、この話俺多分耳寄りでしたことないよね。ないと思う。初めて聞くと思います。結構語れる話なのよ。はい。いいですかしちゃって。はい、お願いします。俺が初めてレッドウィングを買った時の話。うん、えっとね、思い返せばこれは多分高校2年生とか。 3年生ぐらいだったかなと思います。で、中学じゃない。うん。後々その理由がわかるんだけど、高校生だったね。レッドウィングを買った時の話なんですけど、当時高校生のお小遣いで3万5、6千円だったと思うんだよね。3万5千8百円ぐらいの値段がレッドウィングの、あの、一般的な皆さんが想像つくあのレッドウィングのブーツだったと思うんだけど、買えないのよ。 お年玉貯めても頑張ってもどうかだと思うよもう全部それにつぎ込んでも買えたかどうか分かんないぐらいうん、うん、それぐらいですよねでしょそれが近くにねザ・シューズっていうお店があったのこれ九州だけじゃないんだよね全国だよね,、うん、どねザ・シューズってあの東京とかの靴流通センターとかの系列だと思うんだけど、うん、まあ熊本にはザ・シューズっていうのがあって、うん 聞くようのところですかえっとそうそうそう聞くようでよくごね。そうそうそう途中ですよあの雑誌今でもあるかな今でもあれ雑ューズだっけいやもうあそこ雑ューズじゃないよスタジオアリスになってるあそこあ<ー>多分俺が行ったところはうん、うん、違う雑誌寿だと思うで家の近くにもう自転車で行けるぐらいのところに雑ューズがオープンするっていうのがなってチラシが入ってたわけよ で俺もチラシ毎日チェックしてたから、俺ね。そしたら、なんと、レッドウィング、多分ね、5足限定とか。<laughs> まあ、何足限、10足だったかもしれないけど、1万円って書いてあるわけよ。ーオープン価格みたいな。<ー>目玉商品みたいな。それ、破格も破格ですね破格もう客寄せよ。ザッシューズのオープンチラシに、 レッドウィングブーツ一万円と高校生の時の田尻がときめかないわけないじゃない。でその時好きだったっていうかそのブーツとかに興味があったのがまず俺と、えー、まっつんっていう友達がいた,いたのよねまっつんと多分あのー、鶴岡の時も横にいた古川もいたんじゃないかな。 でも、その五足限定ですよね。そう、そう、ライバル多すぎます。そう、そう、たじり、まっさん、たぶん古川。の三人で並ぼうと。で。各サイズが。多分セブン一足。セブンハーフ一足。エイト一足みたいな書き方だったの。で。もう、あらかじめ俺ら三人で、俺は。 7半でもいけそうだから、うんうん、まず7半が第一希望。うん、なかったらもう最悪8でもいいとか、うんうん、俺も8ハーフでもいいみたいな3人のこう優先順位をまず打ち合わせして、ててはい、で、何時から並ぶと。 いや、相当並ばないと。竹沢留だったら何時に行くよ。何時オープンですかね ?12 時とかですかねそしたら。いやいや、お店でも多分10時半とか、ま、10時には空いてたんじゃない ?10 時。多分一般的な靴屋さんだから。1>, 1万円ですよね、レッドウィングは。相場で言ったら7時に並ぶとかですか甘すぎ。ええー。その時、俺たちが並んだ大体の時間なんだけど、大体の時間っていうかね。 もしかしたら、俺たち、徹夜してたのかもしれないその今、記憶を今、ふわーっとちゃんと思い出してるんだけど、えっとね、間違いなく、夜中の2時か3時ぐらいにはすでに、ザシューズの扉の前にいた。一番ですか間違いなく一番だった。<おー S 1> 俺ら3人の<ご>。俺ら3人の、 勇者たちが、高校生がその時間に出れま、ね、ザッシューズの入り口の前に、もう普通にあぐらかいて、はあ、3人で。もうこれ忘れられない出来事というか思い出なんだけど、うん、ザッシューズのそのドアの入り口の前で大富豪してたもん、俺は。外で。外でええさ。え、季節はいや、寒かった気がする。うん、で、大富豪ずっと3人で暇やん。うん、ずっと大富豪しながら待ってたわけよ、うん、朝を。で すごいよね今考えてもね。高校生がだってそんな夜遅くかないら。だから親に言ってたのよ、多分。うん、あのー、いや、これ中学生だっけいやいや、中3とか、いや、これちょっとまっちゃんとか古川に聞かなきゃ怪しいけど、うん、中3じゃないか。やっぱいここか。で、 大富豪夜中2時3時に大富豪してザ・シューズの入り口の前で待ってたわけよそしたら4時か5時ぐらいに次のやつが現れたのよでやっぱそれぐらいですよ普通うわ人いる」うん、みたいななんか2人ぐらいで来て「うん、うわ人いる」みたいな聞こえるわけよ「雨」んだよとその時はもう俺はもう勝ち誇った気分よでは「こんばんは」みたいな一応挨拶するわけよ「あこ,こんばんは」みたいなで あ、あれですよね。レッドウィングですよね。あ、そうです。レッドウィングです。みたいな。社、社交辞令というか、もう高校生だからそうな社交辞令とかじゃないけど、一応、礼、礼儀を持ってちゃんと挨拶してたんだけど。大人だったんですかそれがよ、何ターンか挨拶した後に、あれおかかって言って、か中学校じゃなくて、ま、小学校で、私立中に行った、小学校の同級生だったのよ。松岡って、あだ名が岡おかかだったんだけど、 あれおかかってうん、うんた、た、た、たじみたいな。うんうん、でも、おかかが来たわけよ、そこに。うんうん、<laughs> 似て、友達がそんな集まってくるやつか。おい、おかかやん、みたいな。<ー>で、俺たちの方が早いよ、つって。うんうん、で、おかかが来て。で、そのおかかは、私立中に行ったのよね。頭良かったから。うん、で、その時に、その一緒の私立に行った女の子で、これ、あ名前とか言われい方がいいんだけど。 <laughs> えっと、ゆきこちゃんって女の子がいて、ゆきこちゃん元気みたいな顔してて、<laughs> あ、ゆきこちゃんめっちゃ今可愛くなってるよ、みたいな感じで、おかかと久しぶりの話をしながら、で、そんな感じで、こう、俺たちはもう、一応、変える組なわけよ。まだ5人ぐらいだから、余裕こいてて、俺たちはもう勝ってるな、という感じで、一応俺ら、このサイズは俺行くからね、みたいなおかかとかにも言ってて、で、 そう、そうやってるうちに、日が明けてきて。で、ほんとね、さっき竹沢の人が言った七7時ぐらいにやっと大人が来始めたのよ。大人が、おい、人いるって、みたいな感じで。やっぱや、もうダメじゃん、みたいな。そのなんか大人が、もう負け戦にこうき、来 <laughs> て、きて。なんかもう、なんだろうね。<laughs> やっぱ子供たちが勝つわけよ、そういう時はね、うん、ノリでね。すごい。うん、で、俺たちは、もう、 その、もうほんと、あくね、8時ぐらい、もう、もう心を、もう、もう、勝利確定で待ってるわけよ。うん、そしたら、うん、スタッフさんたちが出勤してきて、うん、もう笑ってるわけよ。うん、え、な、な、何時からいるのみたいな感じで、<laughs> <laughs> 若い、なんかお兄ちゃんみたいな人が、あの、あれですよね、レッドウィング待ってらっしゃるんですよね、うん、みたいな、あ、はい、みたいな。 で、何時から行ったのって言ってたら、いや、もう昨日の夜のうちから、<笑><笑>ええー、みたいな。やっぱすごい、レッドウィングすげえね、<laughs> みたいな感じで話してるわけよ。でもその時点で整理券、あの、配りますんでって言ってくれて、あ,あ,ありがとうございます。あの、希望のサイズはって,ってあ、もうあれば、セブンハーフが希望です、みたいな感じで。で、もう、もうその頃には俺らもなんかもう寝不足で気持ち悪くなってきてたんだけど、 あ、じゃあもういよいよ来ますんで、つってこう、うん、もう眠たいとか思いながらこう待ってて、で、ドアが開いて、で、も入り口にもうこう積んでるわけよ。じゃあ、あの、サイズご希望のサイズ、あの、優先順位になりますので、うん、あの、もうそこはご了承ください、みたいなアナウンスはされてて、うん、あ、もちろん大丈夫です、みたいな感じで。うん、で、も俺とまっちゃんと振るか、かなもうその、レッドウィングをもういただいて。うん、あ、みんな買いたんですねやっぱちゃんと。そう,そうそうそう、そう一万円でこうね、はい、一<ー>万円ですって,って。 でそのレッドウィングを買ってもうその時にもう開けるわけよねもう胸高ぶってるからね,、うん、ねこでこの感覚はもう今でも忘れられないんだけど当時のだからあれ90年代の初めぐらいだったと思うんだけど80年代じゃないよねさすがにレッドウィングのブーツがベタベタしてんのようん、うん、もうオイリーっていうかもうオイルがもうつけすぎてるぐらいベタベタで。 これ多分ね当時のレッドウィングを買ってる人は絶対わかると思うんだけどもうベタベタしてんのよ大丈夫かこれっていうぐらいベタベタしててでこれがレッドウィングかって感じで,でそ,それがだから本物の証っというか<ー>今までのこう見てきたものとは違うわけよねね、<ー><で>キラッキラしてるじゃ光って見える光ってるじゃなくても本当ワセリンがつけてあるみたいな感じ<ー>なんかベタベタしてる。 で、それをまあ、だから余分な油をこう、家で布で拭き取って、どんどんいい艶が上がってくるんだけど、それはね、もう大事に、大事にも大学生、社会人になってからも、そのレッドウィングは履いてて。ソールも交換したりしたんですかソールはね、変えてなかったかな、変えたかな、ちょっと怪しいけど、まだ残ってるんです大事にしてたのよ。それが、ここ何年前かな、大人になって、もうお店始めてから、 バス釣りに行った時に池の中にレッドウインごと全部ズボーンって落ちたことがあって要はもうレッドウインが水に全部使ったわけよねでその後俺ちゃんと陰干ししてたつもりなんだけど次に下駄箱から出した時に真っ白になってたのよねカビだらけカビだらけででそれ1回目じゃなくて何回かカビがやっぱ雨に濡れてて ああ、もう話せば話そうと思い出してきたなレッドウィングって油塗ってると水弾いてくれるから、うん、もうね、大学生の頃って俺、あの、長靴代わりにレッドウィング入ってたのよ。うん、それが一番水が入ってこないから。うん、で、もう、要は、びしょびしょになるわけよね、ブーツが。今で考えればもったいないんだけど、うん、その、もうびしょびしょになる。ちょっと直してるとカビが生えてる。で、また吹き上げて履く。で、繰り返してたんだけど、本当にこの前、バス釣りでドボンと使った後の株を、カビを見たときに、うん もう履けないなって思ったのよね。うもう、あのね、拭いても、その紙が、なんかもう生地にもう村、村の模様になっちゃってて。で、ちょっと気持ち悪いですねで。そう、それが、うわこれもうちょっと履けないなって思っちゃったのよ。<ー>今だったら、ダイスファクトリーさんとかに持って行って、色の補色をして、<ー>例えばもっと濃ゆい色とかで塗、うん、上から塗れば多分大丈夫だったんだけど、うん もうその時はねやっぱもうローリングダブトリオとかも扱ってたぐらいだから、うん、もうこのブーツ履くことないなと思って処分したのよ、<ー>もう今までねあのザ・シューズの思い出ありがとうってもって、うん、もう処分したのよね、うん、だからまあ今あってもそれははかなかったかもしれないんだけど、まあ、非常に思い出深い一足としてね大事にしてましたよ、本当、うん、いいですね、その思い出もう込み込みの楽しいお話でした。 雑種図に並んで大富豪して、うん、なまさかの小学校の時の同級生のおかかが来て,が来てもう目をこすりながらゲットできて、うんね、大人たちに勝ったこの喜びでレッドウィングを1万円で持って帰ったっていうのがねまあいななんかななんだろうね俺らのスタンドバイミみたいなもんですよです、ね、その当時のねなんかちょっとこう無茶して夜中から並んでみたいな。うんうん そんな思い出があります。面白かったです。<laughs> ありがとうございました。いい膨らん膨らんで良かったです話 <laughs> はいはい。はい、ではそろそろあのコーディネート企画に行きましょうかね。はい。はい、はいえー。前回からスタートしましたコーディネート企画でございまして、はいえー、今回の、えー、お題はえっ、ー、とね群馬のインシーネさんと栗みそさんからいただいたコーディネートいい、ね、テーマだったんですけど。うん 初めて行く古着屋さんに着ていくコーディネート。うん、初めて行くっていうのがミソよ。慣れ親しんだ古着屋さんに行く時のじゃなくて、うんうん、ちょっと初めて行くところにこう覗く、ちょっとドキドキを込めてね、うん、え行く時のスタイリングってことで、うん、え今日は田尻、そして竹ザウルス、そしてカズキャンプがえ動画を撮らせていただいておりますので、うん、その3人の。ゴリゴリの人の コーーディネト見ていただくことになります、まあ、最初はじゃあ田尻からいきましょうかねはい、はい、田尻の初、えー、めて行く古着屋さんに着ていくコーディネートは、えー、こちらでございます <laughs> まだこれ俺あえて何も言いませんけど意外意外だと思いました意外な感じですよねまあ皆さんもあれとう,う目的う,うーん いつもの、なんか、たじりっぽくないなとは、多分ちょっと思ってもらえるかもしれないですけど、ええ、まあ、帽子はね、いつも通り被ってるんですけど、上から、まあ、ノーブランドと言ってもいいようなね、ブラックのコーデュロイジのチェックシャツコーデュロイなんですね。だから、細いね、あの、骨が。じゃなくて、細い、あの、畝のね、コーデュロイで、そのコーデュロイ生地の上からチェックジになってるんですけど、 その下にはねオランダ軍のエアフ,オランダエアフォースの軍パン、うん、そして足元にラッセルもかしといういでたちなんですけどこのコーディネートにした田尻、えー、の、ね、思いというのをちょっとお話しさせていただくとまずね初めて行く古着屋さんっていうのは、うん、えと店員さんと仲良くなりたいという気持ちが50%であんまり話しかけてきてほしくないという気持ちもやっぱ50%あるわけよ。だから この黒ベースのシャツっていうのは、ちょっとこう、あんまり目立ちたくないと。店内にいろんなお客さんがいる中で、ちょっとこう、トンを落として、のんびり見たいから、まあこういうシャツで出かけるんですけど、まあ、サイズ感とかもまあ、ちょっと今っぽさも若干は入れてるつもりなんですけど、でまあ、なんだろうね。うーん。まあ、そ、このトップさは当単純にそこまで目立ちたくないっていう感じね。で、 えー、軍艦はね、まあ古着屋さんには馴染むかなというところと、自分の中で大事にしてるのはこれやっぱラッセル昔なんですよ。うんうん、で、えー、っとね、古着屋さんで話しかけられた時に、何にも知らないって思われると結構めんどくさいのよね。なんか、あ、もうそれ知ってますっていう言葉が言われるのって結構対応難しいじゃないですか。うんうん、大丈夫です。それ知ってますうん、うん、っていうのでちょっと嫌なんですよ。うん、で、だからといって、あのー、 めちゃめちゃ古着好きと思われてもちょっと困るんで。うんうん、まあそういう意味で当たり障りのない上下なんですけど、このラッセルの昔に込めてる意味は、やっぱ足元にあ、ラッセル入ってるっていうところで、その、ちゃんと物を選んでる人なんだっていう名刺がありに俺はなるんですよね。やっぱ、何にも興味ない人ラッセルの昔ンは履かないんですよね。で、俺ら、まあ、 服好きだったり、洋服屋に立ってる人間でパッと見て、あ、ラッセル履いてるって俺、俺は反応しちゃうんだよね。で、まあこれがレッドウィングでもいいし、例えばパラブーツでもいいし、クラックスでもいいし、何かしらの、こう、ちょっとこだわってるブーツだったら、あ、この人、一応服をちゃんと選んでるなっていうんで、うかつなこと言えないなっていう、こう、ちょっと、牽制になるんだよね。うんうん、こう、なんか、ノリで買わせようなんていうのはちょっとできないよっていうところを、 こう相手のスタッフさんに1回牽制をかかましとくとくいうかねだからあんまり注目されないで構ってほしくはないんだけどもそういうちょっと来た時にはあそこはちゃんと分かってる人間ですっていうのをこのラッセルから俺はアピールしていくほど。でなおかつ。 俺はね、持論で、ラッセル好きに嫌な人はいないと思ってるから、<laughs> ラッセルもおかしいその感じはあります。うわ、ラッセルもしい。それ、いいっすね、とか、うん、それ、バードシューターっすか、とか、うん、それ、トリプルバンプっすか、みたいな会話をすると、うん、結構、あ、よくわかりますねって、こう、うん、お互い楽しめるのよ。 だからその、その入り口から入ってくれる人好きです。そうそう。うん、ここの入り口だけはちゃんとこう、耳を、あの、塞、まあ、ぐわけじゃなくて、うんうん、ここだけはこう、入り口としてこう、残してるわけよね。うんうん、ここから入ってきてくれるんだったら、俺心開きますみたいな、うんうん、そういうコーディネートです。うんうん、じゃあベタに そのシャツいいっすねみたいな愛な入り方でちょっとあありがとうございますでも俺は済ませるけどそのパンツミリタリーっすかみたいなちょっとあれそう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 あでですかねどこ軍かなみたいな知ってでも俺多分こうあワッと何軍か分かんないですけどねユーロかなみたいな感じでいきますけどラッセルあれっすかみたいな言われるとその切り口が一番心にぐさっとくるあう嬉しいっすねこれ分かってくれるんすかみたいなねそうですねそこのラッセルですこれははい そこ僕気にできてなかった店員さんとの距離感をしっかり考えられてなかったですねおお<ー>、うん、前回の,の PTA させられちゃうんじゃないかみたいな勝手に言った割には僕は, <laughs> はいはいはいそこの距離感考えられてなかったですねうん、うん、だからなんか俺が言ってることは本当半分半分なのよ店員さんと仲良くもなりたいんだけどもうん、うん、そのなんかただ来られるのはあんまり嫌だなっていうところの 50%50% 50の気持ちがこういうコーディネートになっております、うん、勉強になりました、はい はいでは次のコーディネートってことでまあ先にじゃあカズキャンプいっとこうかそうですね先にじゃあカズキャンプのコーディネートいっときます、はい、続いてカズキャンプのコーディネートがこちらでございますあ,あえー、ちょっとね写真と動画でご紹介しますけど<ー>こちらですね意外な感じ意外な感じかもしれないよね だから、さっき言ってたゴリゴリって言ってた感じで、うんうん、もうアメカジの伝道師みたいな格好で来ると思ってたわけでしょねまあそこがもうなんだろう、肩の力抜いてるというか、うん もうパーカーにジーンズにもうナイキのスニーカーっていうね。こんなパステルカラーのナイキのスニーカーを持って,らしてるそうそうね。最近これカズキャンプ履いてるんだけど、えー、結構意外性があるよね。うんうん、あります。まあこれねあの、パッと見た人、このね、今成人の皆さんも見ながら、まあ普通の格好だねって思うと思うんだけど、うん、あの、カズキャンプがこの今日のコーディネートに込めてる思いを私から代弁させていただくと、うん、まず、 えっとね、カズキャンプは、初めて行くところだろうが、慣れてるところだろうが、何にも気にしないそうです。あ, <laughs> あの、らしい。で、だから、じゃあ今日のコーディネートのテーマは何かというと、今好きな着こなしと、うん、もうただそれだけだそうです。うん、あの、カズキャンプが今好きな着こなしっていうのは、チラッとしか見えてないんだけど、うんうん、パーカーの下に、うん ボタンダウンシャツを入れるっていうのにハマってるそうで。だから今着てるのがラルフ・ローレンのギンガムチェックのシャツ。その上から普通にリバースウィーブのパーカーを着ていると。これが今のやりたいスタイルっていう、もうそれだけらしいです。で、下は TCB の普通の対戦モデルのジーンズに、ナイキの、こうね、なんだろうね、このエアフォースっぽいモデルかな。ダンクみたいなね。まあこれがもうカズキャンプ流ということで、要はだから全く意識しないコーディネート。 なるほど。もう逆にいつも通り潔いねカンズキャンプね、うん、こう変なこう裏のテーマとか何もないな今来たいかんな変に考えないそう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 んね、こういうチョイスでカンズキャンパーを送ってくれて送ってくれてるというかねもううちに来てもう撮ってくれてもうね仕事中に この着替えを持ってわざわざ来てくださったのよ。ああああもう本当申し訳ないけど。休みの日じゃないの。仕事中に着替える服をわざわざ持ってうちで収録して、また仕事に行かれたから。<laughs> もう本当申し訳ない。だから今日も言ってたんだけど、4、5回に1回あの出番が来ると思ってて、<laughs> <laughs> この後次の人が来て、次の人が来て <laughs>、うん、あの、また一周終わったくらいに、カズキャンプはあの次のテーマなんですけど、つって俺がリクエストするんで、つってるんでね。うんうんうん まあこんな感じでねあのご紹介させていただきました、はい、それでは、えー、最後のタケザウルスコーディネートはこちらでございますやっぱりあの季節考えてはいはいこの前ねで季節を俺ら無視してる、ね、無視しちゃったんで季節を考えるとまずこの青色の可愛いカーディガンをちょっと羽織って,ってはいるのか 洋服好カーディガンで洋服好きをアピールってことこ季節を取り入れたああなるほど考えたこうファッションをしてるんだぞっていうのも感をちゃんと意識してる人なんだと <laughs> はい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 上級者ですね、はい、で僕は店員さんとの距離感を全く考えずにあそこは考えなかったんだただ僕が好きなものをアピールしてそれを話のきっかけにできればなと思ってああだから意識はしてないけどそれをきっかけにっていうのはちゃんと分かってるわけね で、やっぱあのー、2000年代の NBA が好きだったので <laughs> そ,のその時代のあのめちゃめちゃ若いよねこれダブルウォーレス、ね、ラ,ラシードウォーレスでしょこれ,、はい、これダブルウォーレスですあ、ね、<laughs> の <laughs> ダブルウォーレス時代のピストンズ T シャツでこれにちょっと引っかかってくれる店員さんがいたら多分仲良くなれるなと思って でもう限定されるやいや,<れ>いや意外と意外といるんじゃないかなと思ってますけどあまあでも俺が店員さんの立場でこの人がいたら「NBA 好きなんですか?」って絶対聞くよねってなります、ね、<ー>でうちにもあるよってなってちょっと NBA 商品がもしあったら紹介してもらえるぐらいの感じでいたらいいなと思いましたはいはい、はい、あでもそこで店員さんとコミュニケーションは取りたいわけねそうですねこのこの NBA に関しては取りたいなと思ってて あの、じゃじどのお店さんにしても、構って欲しくないよりは、 かまってほしいの方が、ベクトルとしては強いわけ。タリは。かってる人ゃないと絶対わかんないですけど、ああ、なるほど、なるほど。そこの線引きはやっぱ俺と一緒でちょっとあるんだ。わかる人が話しかけてほしいみたいな。そのシャツいいっすね、みたいな簡単な褒め言葉だと、ありがとうございます。例えば、それってラッシュド・ボレスでしょとか。そうなんですよ。やると、わかりますね、みたいな。こっちベン・ウォルスですよ、みたいな。その世代ってやっぱいいっすね、このピストンズって。チャウシー・ビラップスとか好きでしたとかなって。 うわそうですよねその年代の NBA についてこれる店員かどうかってことね、うんはい、だからベタにこうシカゴブルーズとかのジョーダンとかじゃなくてうん、うん、ちょっとこう奥行ったピストンズ的な感じ、ね、<ー>マイケル・ジョーダンじゃなくてダブルボレスでちゃんとこれ書いてあるよねこれそうそう <laughs> こんな T シャツないと思ってー珍しい T シャツやな、うんうん そそっかそっかかでも、うん、そのやっぱりあれだよね共通するのは適当な話しかけはすんなよとちゃんと分かってる会話をしてくれよっていうところよねなんかそのリトマス氏的なところはありますよね <laughs> なんかそのそのそのこの靴をどう褒めるかで分かるんですが相手のこの守備範囲というか分かってる度数というかね守備範囲ね。うん どこまで拾えるのかっていうねそのスタッフさんはね対すの時これそのブーツいいっすねだってアウトですねギリギリいやもうんか適当に言ってんなって思っちゃうもんそうですよねうん僕もどこがいいと思ってるんですかってんか思っちゃうもんねですよねやっぱり僕もその思いがあってこのラシード・ボールズですマイケル・ジョーダンも絶対みんな知ってるんでだからそのまあ悪い店員さんの例で言うとその T シャツを見て ああ、バスケット、NBA かっこいいっすよね、みたいな。ああ、それはうわ、うぜえ、みたいな。NBA いいっすよねが一番僕ちょっと苦手です。NBA いいっすよね、いいっすよねはダメってことね。それはちょっとダメですね。もうそこでもう、もう、ウォレスっていう言葉が出るか出ないか。で100点満点は、あの、残り3人のスターターを言うとも完璧ですね。チャウシー・ビラプス、テーション・プリンス、 リャード・ともに言えたらもうごめんけどそのそ俺投資の、ね、そプリンスとかそこまでビラップスとか出てこないわああの名前聞きゃ思い出すけど投資のスタメンとか言えないよああすいませんもう<ー>そこまでが僕の中の100点でしたそんなやついんのかなないと思いますけどね <laughs> いないと思います。まあ、せめて、だから、それが100点としたら、うん、あ、ピストンズ俺も好きなんだよね、とか、ね、あの、俺らの頃はね、何々が、とかって、切り、うん、切り、そういう切り口だったら、また、うんうん、まあ、ギリギリセーフかもしれないけどね。NBA いいよね、は、かっこいいよね、完全に、完全に。 オッケーに見せかけたアウトですよね、やっぱり。もうあの、あの、作り笑顔で、ああ、そうですよね。そういう T シャツなんですね、って。知らないふりをするっていう。知らないふりね、俺と一緒の、あ、これ何軍かなみたいな。そうですね。とぼけるとぼける。怖なんか俺逆の立場になったら、あの、俺は俺で怖いよね。逆。そういうお客さんがいてさ、あのね、あの、分かってるのに、はぐらかされてる人いるかもしれないからね。だってあの、 MLB とかって守備範囲外じゃないですか野球とかうんわかんないわかんないそれ愛に褒められないですよねいやそんな変な褒め方しないもん<え>俺それその野球 T いいっす、ね、<laughs> その野球 T いいっすねっそんなそんな話じするわけないじゃん <laughs> もうねなんかその上っ面だけ褒めるなんていうのはもうね恥ずかしいっすようん、うん、もちろんいや このコーーディネート企画意外と面白いなといままあまあど,うねどこまで話がねあのこれからつなげていけるかわかんないけどねまあ今回はこのね内容でお送りしましたのでまた次週もまた新しいコーディネートテーマでねやっていきますのであのテーマはもう全部俺がノートに書いてますのでそれはあえて紹介しない方がいいかなちょっとまあ今は紹介しない方法で言ってますはい。 だからみんなからはどしどし、うん、次の新しいコーディネートテーマをね、うん、もう募集して僕も面白いテーマ1個入ってうもうどんどんそれ送って LINE でもいいからね、うん、1> 今あの1個1個ずっとやっていってるんでストックがなくなったら困るんでみんな思いついたこのコーディネートちょっとやってくれよっていうのをどしどし送ってください、うんはい、よろしくお願いいたします,しします耳寄りな日曜 でではではどんどんコーナーいきますよ映画ですか映画コーナーいきましょう見ました見ました、えー、それでは次のコーナーに参りますええこれね非常に大好評というかうん、うん、コーディネート企画とはまた別のなんかね熱量でみんなが盛り上がってくれてるんで、うん、えっと前回ね石井さんと宮友さんとお二方からご紹介をいただいたビバリーヒルズコップですよ、うん あのお兄ちゃんが履いてたカントリーに憧れてたけどかぶるの家で履けなかったっていうストーリーと、えー、そのビバリーヒルズコップの、えー、現場監督の着こなしがめっちゃかっこいいと言ってた宮友さんがご紹介していた、えー、ビバリーヒルズコップ。ででよかったんですよ、ね、いやそこなんですよね。<laughs> あなんかなんか見ててわかりましたよねオちがねああ、やっぱそう、はい、まず一回ちょっとねあの<ー> DM それに伴って来てますのでご紹介させていただきます、えー、ラジオネームくりみそさんです田尻さん竹沢さんラジオ収録お疲れ様ですお疲です、えー、先週のオススメ映画でご紹介されていたビバリーヒルズコップを Amazon プライムビデオのレンタルで、うん、一緒です,一緒です 約300円ほどだったので迷わずレンタルしてみましたアディダスのカントリーを履いたエディ・マーフィーが本当にかっこよくエディ・マーフィーのキャラも映画の内容もとても面白かったです個人的にヒロインの女性あの個人的にヒロインの女優さんが綺麗すぎたのでまだ見ていない方は見てもらいたいですとそして 現場監督の場面が分からずレンタル期限が切れてしまい <あー S 1> さっきね時間があるんだ1回見てからそこから48時間なんですよね 1>, 1回見た後のああもう見始めたら48時間なの何、はい、それだから結構ギリギリやねギリギリでもないか2日のうちに見てねってことかうん、うん、あでねその栗みそさんもさっき宮友さんが言ってたね 現場監督の場面が分からずレンタル期限が切れてしまいもう一度レンタルをして早送りで確認しても発見できませんでしたとううういや僕も同じ現象が起きてここですかって舘さんにっんおっしゃって全然業者みたいな人が木箱を運んでるのを俺の、はい、2人で正<直> 2> <と>全然かっこよくなかったんですかそのおじさんが。 なこれ俺、それ、俺があ送られてきた時、俺まだ見てなかったのよ。多分絶対違うと思うよ、全くかっこよくなくてで、えー。もしかしたらね、普通に見逃してるのかもしれないので、めちゃめちゃ恥ずかしいですが、田尻さん、竹澤さん、現場監督が出てくるタイミングを教えてくださいと。<laughs> 私はあまりアメカジを勉強できる映画を知らないので、ただの感想を述べただけでしたが、うん これからもラジオトークで紹介された映画、えー、見ようと思いますので、政治の皆様、これからもね、紹介を楽しみにしておりますということで、栗みそさんからも、えー、竹猿と同じ内容の <laughs> あの感想がね、届いております。もう最初にオチは分かったと思いますけど、うん、宮友さんが言っていた現場監督というのは2だったんですよ。そうですよね。ビバリーヒルズコップ2なんですよね。そうですよね。で、 これは、なんと私も、今日の今日、それを経験しまして、俺はもうこの一週間スケジュールどうやってもね、時間が取れなくて、あの、古着の別のネタを昨日のうちに撮影したり編集してたりしてて、見れなかったのよ。でも俺明日の夜にはラジオ収録やから、絶対ビバリーヒルズコープ見なきゃいけないと。で、もう手元にはちゃんと用意してたのよ。 でど、どうやって用意したんですか、結局。えっと、ネットで買いました。買ったって言うと。<laughs> ちょっと、買ったの,ちゅあの安かったから。いくらだったんですかえっと、2枚で、1と2セットで1500円ぐらいだった。あえー、で、そのな、後で話すんだけど、あの、ツタヤの,あのサブスコももう入ったのよ。でもそ、そのビバリーヒルズコンボに間に合わない気がして、最初のだけ買おうと思って買ったのよね。うんうん、で、手元には持ってたのよ。でも、見れなかったわけ。で、 今日の俺5時に起きて、ビバリーヒルズコップ1を見たのよ。<laughs> で、俺子供の幼稚園の送りに8時過ぎぐらいに行かなきゃいけないから逆算して5時に起きて、ビバリーヒルズコップの1を見ました。面白かったけど、現場監督出てこなかったのよ。これ絶対2だと思って、手元にある2を、またそっからもう子供の用意して幼稚園に送った後に、 もうすぐ帰ってきて DVD セットして2を見始めて、オープン時間がうちもう12時からだから、それまでのまた次の限られた時間に2を見始めまして、実は言うとオープン時間も間に合わなかったんで、DVD 持って次お店に行ってから、残りの30分ぐらいお店の中で見終わりましたけど、今日俺1と2をどっちも見たんですよ。で、2始まって、割とすぐのシーンで、 えー、その現場監督のシーンが出てきます。うんうん、で、これも著作権に引っかかると思うんですけど、もう耳寄りだけってことで、チラッとその現場監督の写真を見せますけど、この写真ですね。現場監督にいたのはこの方です。<ー>で、今ね、お写真ちょっとだけ出しますので、皆さん停止して見てもらったらと思うんですけど、このね、主役のエディ・マーフィーが、アクセルかなが立ち寄った、 えー、リフォーム中の住宅の現場監督さんなんだけど、そのね、今日もう、それこそね、このメッセージを送ってくれた宮友さんが、実はさっき1時間前ここにいたのよ。あへで、今日収録なんですよという話をしながら、今日ね、ビバリーヒューズコップの話するんですよねっていう話をしてたんだけど、この写真をね、一緒に見ながら、当時は、 だからこの、1983年ぐらいの映画なんだよね。これ2がだからその後だからまあ83年以降だと思うけど、その当時、だから80年代半ばよ。宮友さんがいくつがやったのかな俺がこれ生まれてそれ4歳とか5歳の頃だから、宮友さんが多分15、6歳かなちょっと間違ってるかもしれないけど、その時にこれを見てね、かっこいいと思われたそうなんだけど、俺らからしたら、 まあ、かっこいいじゃん。まあまあ、かっこいい着こなしだと思うよ。宮友さんがこれを見たときは、パーカーの上に寝るシャツを羽織るっていう、その、そういう着こなし自体が日本になかったわけよ。なるほど。うんこういうものが、今はあり割と当たり前であるじゃん。うんうん、寝るシャツはアウター感覚で羽織るというカルチャーが着こなしとして、なかった時代にこれを見て、 ああなんでシャツをパーカーの上に着てるんだっていうのにやられたらしいの宮友さんは。それ聞いて俺すごい納得したもん。ああなるほど。なるほど,るほどと。何事もその、初めての時の衝撃っていうのってやっぱち、うん、別物じゃん。僕があの、生まれて初めてサルエールパンツを見たぐらいの衝撃ですかね。<laughs> それそんな前じゃないです。サルエールパンツ。<laughs> <laughs> なんだこれが恵子ちゃんの膝ぐらいまでのハーフパンツを見た時と同じ衝撃を、うん、今まで見たことないものを見た時のね、うん、宮藤さんは「えっ、ー、寝るシャツってアウターにしていいんだ」みたいなね「うんうん、かっこええ!」ってなりますよね普通これって下に着るものだろみたいなさっきの「カズキャンプ」の着こなしみたいなのがセオリーでしょって思ってたのが「えっ!」っていう。 こんなアメリカ人って自由に着こなすんだってそういう感じで。だね、自由を感じたんじゃないかな。うわぁ、面白いみたいなね。うん,うん。いや、そう言われてね、あの、納得だったんだよね。で、俺らの、だからね、これが85、まあ、年ぐらい通して、俺らの子供の頃ってこんな格好ばっかりだった気がするのよ。うんうん、チェックのレールシャツが流行って、ね、フーディ、フーディっていうかね、その時はやっぱパーカーって言ってたけど、 もう当時のなんか流行りのまんまだもんほんこれに影響を受けてたんだみたいなねアメリカの映画を見て日本人の人がうわーかっこいいと思ってそれを日本のデザイナーだったりメーカーたちがねそれをなぞって作って俺たちがそれを消費してたっていうねだからそれこそさビバリーヒルズコップのあのストーリー自体も全部今の現代の刑事ものとかのもうまんまだったよね だから、今俺たちはあれを見て、べ、ベタな展開だなって思うけど、当時はあれが最初だったんだよね。あんまりね、内容にはこれ、まだ見てない人のためにね、伏せたいんだけど、とにかく、お調子者のデカが、なんか危ないところに乗り込んでいって、なんかこう、本当はやっちゃいけないことやりながら、なんか問題を解決していくみたいなね。もうよくあるじゃん、みたいなのを、その最初でね。 ど,どうだった竹澤好きなこうまあふわっとした感想だけで言うとやっぱりまあベタな展開ではありましたけどやっぱりあの主人公もかっこいいアクセルもかっこいいし、うん、ストーリーうんそうですねなんて言ったらいいんですかねなんかそのアクセルのなんか優しさとか人情味がチラ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 出てきてなんかそこがかっこいいよねかっこいいですよねな,なんて言うのスもねほんと面白いよ<ー> ツア <2 S 2> デバリーヒューズが舞台でですね、もちろん。そこ,こがね、うん、俺もだから、今回ワンとツーと続けてみたからこそのつながりがすごい分かって、うん、なんかね、もう出だし開始すぐになんかちょっと微笑ましい気持ちになる。あ、ンを見た人は、ツーをすぐ見てほしい。へー。あの、ああ、そういう展開ってなるもん。うツーん、うん、借りてっていいですか、DVD。ああ、いよいよ,いいようん、貸す貸す。<laughs> そこにあるから、ツー貸すよ。<laughs> なんかねすぐ見てほしい1を見て面白かったと思った人はすぐ2を見てほしいねいくつまで続いてるんですか3とかまであるんなんかあるらしいんだけどねまあちょっとそれはまたちょっとおいおい、うん、見ていきましょう、うん、とにかく12面白かった一つ言えることはいや、まあ、ネタバレになるな、うん、これネタバレになるからちょっと好感を入れますけどなかなか主人公に銃が当たらないのよね <laughs> まあ、全然当たらないじゃんあんなうつぶせつし,、ね、し,したぐらいじゃ <laughs> そんな球よけれねえぞと思いますけどねあの屋敷に飛び込んでいく時ですね <laughs> でも相手にはすぐ当たるっていう <laughs> だから今のところちょっと全部あのチ、ね、ンみたいなコーカットしてますけど ちょっと見た人にしかわからないちょっと面白いところがありますんでね是非、うんうん、ビバリーヒルズコップ、うん、まずカントリーのかっこよさとその現場監督のね2ですけど、うん、現場監督のかっこよさでねスタジアムは2で出てくるのよね結構メインだよねだからスタジアム1回も見てないなと思っててスタジアムのかっこよさ、うんえー、その現場監督のかっこよさはの えー、ビバリス・コップ2ですのでね、うん、そちらをぜひチェックしてくださいまあおすすめの映画でございますだからねもうちょっと補足すると、えー、1は1983年の映画だと思うんですけどもうね俺が生まれたのが81年ってことはもう本当俺が2歳とかなのよでだよねでデトロイトの街並みから始まるんだよねで デトロイトっていうのはもう車の産業、自動車産業が栄え、でた街で、1950年代ぐらいをピークにどん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 こうね、要は日本の車が70年代、80年代に小型車とか日本の自動車がどんどんこうね、世界でシェアを取っていって、デトロイトがどん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 衰退していくわけよ。だから、最初の主人公がいる街はデトロイトなんだけど、 こんか昔は華やかになんか栄えてたのかなみたいなこう鉄がちょっと朽ちた感じとかねレンガがこう崩れてるような街並みが映ってなんかねアメリカの80年代の空気感がほんとよく出てて。 その中でのファッションもすごいかっこいいなと思ってなんか赤いパンツをかっこよく履いてるおじちゃんとかうんうん、うん、はいはいなんか溶け込んでる感じだったよね街にね水色と水色の青のセーターと帽子をかぶってタバコ吸ってるなんかすごい雰囲気のいい,はい、はい、なんかそのおっちゃんとか行ってああ、うん、この空気感やっぱいいなと思いました短パンの丈が短い感じのね映像がねでもかっこいいんですよね、うん、あれなんか やっぱアメリカ人しか出せない空気感はあるな、あと思いましたけどね。で、また、それからビバリーヒルズに行くじゃん。うん、あの、主人公がね、ここはあんまり、あの、内容には触れないんですけど、デトロイトの。ね、うん、主人公がビバリーヒルズに行くんですよね。うん、で、そのビバリーヒルズはまた、こうね、ロサンゼルス、カリフォルニアのこう華やかな雰囲気で。うんうん、80年代の、ちょっとこうバブリーな雰囲気が漂っててね。衰退、うんまあね、するデトロイトと、華やかなね、うん、こう、ね、こうね、盛り上がってる。うん ねあのー、ビバリーヒルズのこう景色が2つこうあるんだよねマイケル・ジャクソンみたいな格好の人が、ねうんうん、街を歩いててねあ,れああいうところちょっと映画の中でね、うん、ぜひ見てほしいですね車もかっこいいよねかっこいいですね,ね、うん、あれ80年代にこんな車ばっかりだったのかなって思うぐらいね、うん、主人公の車も汚れてるのに何かかっこよく見えちゃいますねあれいやいやめちゃくちゃかっこよかったよ、うん まあちょっとビバリーヒルズね、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、ビバリーヒルズコップ、ぜひ皆さんも見てください。はい、で、えー、次のね、ご紹介する映画まで、今回ご紹介しようと思うんですけど、ちょっとね、これ申し訳ないんですけど、宮友さん2連チャンになってしまいます。すみません、他の政治の皆さんからもいただいてるんですけど、えー、2連チャンになってしまいましたけど、えー、宮友さんのご紹介の作品を、えー、次回の映画に選ばせていただきました。えー、その映画は、 ET ですでもちゃんと見たことないかもしれないねえ俺もテレビでやってたのをチラチラ見たけど、うん、なんかあんま覚えてないぐらいよ、うん、えー、宮友さんのメッセージ私の一押しは、えー、ET ですと終盤映画の終盤少年たちが BMX に乗り、うん、大人たちから逃げ回るシーンですと、うん、ジップアップパーカーやダウンベストフライトジャケット ね、L2B の着方など、アメリカの子供に生まれたかったと、その時思いましたということでね。その、名シーンは、最後の最後で、子供たちが大人から逃げるシーン。その時の子供たちのファッションが注目ですよということでね。まあ、ET は2はないのかな <laughs> どううでしょね ET 聞いいたことなですね ET は多分間違いないんで出てくると思いますのでちょっと注意しないといけないそうそうそう落とし穴があるから ET をねぜひ皆さんも見て私も見ますので次回作品は ET を見させていただきます子供たちのファッションに注目ということで最後のですねねまあ最後のだけじゃないと思うけどねでさっきちょっと言ったんだけど自分はねツタヤディスカスというやつを サブスクに入りまして、コースがね、二つぐらいあって、えっと、月に4枚まで借りれるっていうコースと、月に8枚まで DVD を借りれるっていうコースがあって、俺は、まあ、1週間に1作品見ていくんで、もう、その節約して、月4枚コースっていうのに入ったんですよ。で、えっと、見たい映画をパソコン上とかアプリ上でね、スマホのアプリ上でクリックしておくと、 それが優先順の1234の順番に2枚ずつ家に届くと。で届いたら見終わったやつをまたどっかの家の近くのポストに投函したらまた次の2作品が送られてくるっていうのを俺やりましたのでそれがね月1000円ぐらい。だからまあ1枚250円よ。だからレンタルに行って、ね、あの交通費とかも時間もかからないの考えれば全然いいのかなって感じでね。 えー、自分はススタヤディスカスというのをやりましたで前,前も言ったんですけどなぜそのね今のストリーミング再生とかのサブスクじゃないかというと古い映画の漏れがないと一番作品数が多いのがどうも「ツタヤディスカス」らしいので、えー、それをタジルはちょっとやってみましたのでもう少しやってみてもう漏れもないし使い勝手もいい時は皆さんにもまあプッシュしていくんでまあ自分はちょっとこ、まあ、テストパイロット的な感じでやってみてますので 映画に興味あるんだよということはちょっとねこの伝えディスカスを今後自分が検証しておすすめかどうかもお伝えしていきますのでね、えー、合わせてちょっと注目していてください。E.T. です。<ET> もう手元にあります。ます伝えから届いてます。うん、やっぱアマゾンプラムとかにあるのかな。やっぱりうんビバリーヒューズコップとか昔のやつはやっぱり通がなかったりするのかな。 あはあるんですけどお金払わないとるほどね見放題じゃないみたいななるほどなるほどってなると意外にサブスクの基本料金プラスいくらいくらいくらで結局蓋開けたらそっちの方が上かもしれないもんねなるほどね昔のやつやっぱそっちのほうがお得かもしれないですねそっかまあまあね一番ね昔の映画見やすいサブスクは何かっていうのもね PeopleGetReady がちょっとご紹介ね検証してご紹介していきますので。 多分「多分ツタヤディスカス」が一番いいんじゃないかな今の感じだとねかなり何でもすぐ出てきたもんねうん、うん、まあだから今は ET と次の作品ももう家に届いてるんですよね<ー> <laughs> だから微妙なところなの1枚返しても次の1枚来なくて2枚セットだから1周目2周目見てから返して次の3枚目が来るまでのタイムラグがなければいいんだけどねまあだ大丈夫と思いますけどねはい なんか今回のこの企画を通して今までのこう名作という名作になんか触れられるっていうと逆にこっちとしてはありがたいというかねみんなにいい作品を紹介してもらってねこれもねだからみんなまた続けてどんどんまたあの気になるあのこれ見てよかったよって映画があったらねぜひご紹介していただければと思いますのでねえファッションの着こなしコーディネートの提案とえ映画のご紹介よろしくお願いいたします。 もう全くファンキードッグをあげる気がないよね、俺たちはね。ですね。もうなんか忘れてましたし、やいや皆さんもうクーポン持ってるのよ。持ってるけど、熊本に行けないし。大変申し訳ない。新しい方が来たら、オックンガーデンのね、何か一品もらえるクーポンを差し上げますので。 ぜひね、ちょっと聞いてるだけの成人の皆さん、うんうん、今ね、こう、今、あなたですよ。新<生>聞いてるだけの。先の人にも聞いてほしい。メッセージを送ったことがまだない、あなた、ぜひ、あの、DM、E メールで、どちらでも構いませんので、うん、お送りください。よろしくお願いいたします。いますはい。ではでは、今週もね、もうそろそろ終わりの時間になりました。お付き合いいただき、ありがとうございました。うし,した。来週もよろしくお願いいたします。さよなら。ありがとうございしました。